これ NHK の事実不告知ね、えー、言い換えをわざとしてるんですだから真実をそのまま伝えない CDC が発表してることを、えー、伝えないこれは日本の NHK とか読売やっちゃってますんでこれ,これを突っ込む一番最初の YouTuber じゃないかなと思って 思ったんで、えーね、私が久しぶりにこの COVID-19B.1.1.529 系統、俗にオミクロン株の、えー、ことに関して一本動画撮りたいと思います。本日令和3年の12月29日水曜日、アメリカ、えー、疾病対策センター感染者の隔離期間、10日から5日間に短縮へという NHK や読売のニュースの注意。 というタイトルでお送りしますサブタイトルとしては COVID-19 オミクロン株 CDCB.1.1.529 系統というサブタイトルです。まあ、久しぶりに撮りますねこれ。半年ぶりぐらいか分からないですけど COVID-19 のことを取り上げますけど、あのーまあ、CDC は10日間から5日これは多分アメリカの,その統計上のデータが出てきて えー5日,でまあ、日本でいうところでインフルエンザみたいなもんですね、インフルエンザと同じようなぐらいの隔離期間で OK ですよ、ただし、アメリカの場合は、まあ、空気感染を認めてますんで。 日本,日本はあんまり言わないんですけども、アメリカの場合は空気感染を認めているので、えー、だから隔離をしましょうということ、検査して隔離ね。これ、隔離と検査は一緒ですから、検査しないと隔離できないからね。で、その検査基準に関して言ってるわけ。検査基準に関して何て言ってるかというと、 えー、メッセンジャー RNA 投与2回目のね2回目のメッセンジャー RNA 投与から6か月以上、えーま,えー、またはジョンソン・アンド・ジョンソンワクチン接種後2か月以上の方っていうのは、えー、そ検査と、えーまあ、マスクとそ検査で陽性になったのならば検査とマスクを推奨し そして、まあ、陽性になったならば隔離ねこれ,これがセットこれがセットで貿易っていうのは疫病を抑え込むためには検査と隔離しないといけないんだけど日本は検査やらないから検査やらない国なわけですよ厚生労働省がそういうふうにやってってるわけねだからあのそのままこの事実を伝えたらやばいわけ。 だから、嘘は言いたくないんだけど、事実をあえて伝えないようにしたのが NHK と読売のニュースなんで、えー、よーく聞いててください。あのちょっと NHK じゃなくて読売の方読み上げますけど、これ <laughs>、事実不告知ね、事実を伝えあえて伝えないっていうやつ。濃厚接触者に関しては、ワクチンの追加接種をの受けた人や、2回目の接種から6ヶ月未満の人などは隔離不要とし、 えー、接触から10日間のマスク着用を求めた、ワクチンせ未接種など者などには5日の、うん、隔離を求めるっていうニュースに、えー、あえて置き換えしてるの、CDC 言ってないから、えーねそ、その証拠にロイターとかのニュースを見れば分かります。こんなこと一切言ってないから、<laughs> 分かります <laughs> CDC が言ってるのは6か月以上。 かる日本の,の NHK とか読売れなんつってるかっていうと6ヶ月未満の人は隔離不要っていうことを言ってるでしょそんなこと言ってないのよ逆に6ヶ月以上経っちゃった人ね要は免疫の効力がなくなワクチンの効力がなくなってきたような人日本にワンサがいるわけねワンサがいる人は検査しましょうって言ってるのね <laughs> もしくはマスクをしておいてくださいねあなたの,そのワクチンの効能はもうほぼないですから オミクロン株に関しては空気感染もするし、ほぼ無理ですから、その代わり期間は短縮するよいや、本当は10日とか14日とかやりたいんだけど、えー、効果的じゃないから、効果的じゃないから5日に短縮しますと、隔離はね、でけんけあのそ,れその人と濃厚接触したという事実が分かる人に関しては、まず検査しましょうということなの。<laughs> 分かる 検査して、もし陽性だったら隔離だよね。だから、そういうことを言いたくないの、日本は。なぜかって言ったら検査国、検査しない国だから、唯一ね。だから、平塚君たちが、国民主権の平塚君たちが PCR 検査反対とか言ってるけど、日本の,、うん、の特徴としてはやばくなってきてるから、だから平塚君たち寄りになってきてるの、これ、だいぶ1年ぐらい前に言ったと思うんだけど、旭川の県でね、旭川の県で言ったと思うんだけど、やばくなってきてるんで、 そもそも検査したくないのよ。検査したらもうワンサが感染者出るから。わかりますだから、これ CD、CDC の発表そのまま言わないで、日本のメディア、NHK とか読売とかがあえて置き換えてるわけ。CDC で言ってないこと言うわけ。だけど、嘘ではない。厳密でや嘘ではないのね,ね。隔離を不要としっていう。えー、だけど あの違うでしょ2回目の接種から6ヶ月未満っていうのが、えー、の出てくるのが NHK とか読売ねでも CDC 大本の CDC は未満じゃなくて以上でしょ以上の人を論じてるわけわかりますそ,そこまで未満の人は隔離不要じゃなくて論じてるのは CDC が論じてるのは、えー、6ヶ月以上経過しちゃった人はもうそれ効力ないからワクチンやってない人と同じだから検査もするしマスクも着調することを えーえー、なんとか、そのあれですよと、<laughs> そのあのー、推奨しますよということなら、以上の人は、えーまえー、ワクチンやってない人と同じだからって、せっかくワクチン打ったけどね、でそれを知られたくないの、日本,日本の官僚とか。えー やつはねなぜかといったら、今、6ヶ月その未満にすることができないから、ほとんど。だから、国君の策としてどうしたかというと、そのメディアをどうしたかというと、多分これ、官僚とかと相談した上で、どうしたかというと、<laughs> CDC のやつを嘘は言わないけど、言いかえてるわけ、全部ね。だから、ロイターの記事と、ロイターの記事見てください、ロイターの記事はそのままですから、CDC の発表、そのままね、そのまま。<laughs> <laughs> ね、で空気感染のこととか言わないでしょ、だからものすごい感染力なの、この B ポ 1. イント、1.1.529系統、俗に言うオミクロン株というのはものすごい感染力で、ものすごい感染力なんだけど、今までのように10日間隔離しても、5日間隔離しても、多分ほぼ効果は一緒なの、で10日間隔離って言ったら、もう医療機関とかもう超逼迫しちゃうから、半分にしちゃえなのよ。 ね、アメリカはやったでしょ、えー、感染してたとしても、その医者とか看護師だとか、感染してたとしても、いやあの症状がなければ来なさいなのよ、わかります <laughs> 症状がなければ来なさいなの、隔離しないの、その医療従事者に特例で、医療従事者は症状がなくて来たら、うつすでしょ、うつすのもやむなしなのよ、でもそもそもそ,もそこに来てるのは、ほぼ感染してる人だから、だから症状がないんだったら来なさいなのよ。 そして症状めっちゃ出て重症化している人に対して手当をしなさい、看護しなさいなのよ。医師はやりなさいなんでしょ、アメリカ。だからそういう概念のもとに動いてるわけで。そこで発表された CDC の5日っていうやつが、えー、日本に適用したらおそらくですけど、えーもっと と広がりやすくなる当然のことながら、日本はもっと広がりやすくなるけど、だけど、えー、アメリカがそうやるということは、そういうふうに、えー、圧力かけてくるでしょ当たり前でしょ日本に対してね。圧力かけてきたときに、日本はこれをやらざるを得ない。じゃあ、そのときに国民に最終的には知られることになるんだけど、これをね。で、そのときにどういうふうに知らせようかつって、一発目、苦肉の策として、えー、その6ヶ月未満の人は、隔離不要っていうふうにしたわけ。 だって日本って検査しない国だから検査,し <laughs> 検査するところとかそういうところ言いたくないじゃんニュースがねその官僚と内通してるわけだから、えー、官僚うか厚生労働省とかと内通してるわけだから言いたくないからこういうことこういうニュースにしたわけだからね一歩間違えばこれあれですよね新聞とか新聞これもしテレビでやってたら放送法だったらやばいかもしれないよ放送法違反になるかもしれないだって CDC はそんなこと言ってないから2回目の えー、mRNA 投与から6ヶ月以上かっこ、またはジョンソン・ジョンソンワクチン接種後2ヶ月以上、または免疫あ追加免疫されてない、だから追加でワクチン打ってない人は、えー、5日間の検疫とその後、えー、の5日間の厳密なマ,、えーまえー、マスクを推奨します。だから自主的に一応、えーね、検疫が不可な場合、だから <laughs>。 検疫が不可な場合は、えー、露出した人が適切なマスクでは不可欠です。暴露後10日間頼んで、だからいろんな、ね、推奨事項はあるんだけど、えー、最終的にはアメリカっていうのは検査する国だから、ね、だからその濃厚接触者と接触した人が政府であればまずそれは。 オッケーなのだから、隔離しないとは、えー、だから、置き換えてる文言は合ってるのね。う、えー、嘘は言ってないの。NHK とか読み売れ嘘は言ってないの。6ヶ月未満の人は、隔離不要とし、だけど、じゃあ、日本に置き換えた場合に、その人ってどれくらいですかって、ほぼいなくなってきたわけですよ。 わかります今12月ですよね。ということは、6月より後に受けた人は隔離不要かもしれないけど、それまでに受けてきた人たち、ほぼ医療従事者とか、追加でワクチン打たないと、ワクチン打ってない人と同じだから。わかります <laughs> だから、すべからくそういう人たちを濃厚接触者にしたら、PCR 検査をしてってやっていかないといけないでしょ、でやっていかないといけないときに、オミクロン株ってやべえから、<laughs> オミクロン株って感染力やべえから、軒並み陽性になったわけ。だから陽性になってきたときに、えー、隔離期間を、えー、14日とか10日にしてたら、もうあっという間にパンクするから。 だからアメリカを真似して5日になると思うんだけど5日になるということはえそ,れそれだけのデータが日本人の日本人にとってのオミクロン株があればいいんだけどこれ CDC のデータっていうのはアメリカとかイギリスとかそっちの欧米の方のデータが多いと思うんですよねだからそれをそのまま日本人に適用した時そうなるかどうかは分からないそれはやってみないと分からないわけただここで言いたいのはえその CDC の発表をあえてそのまま報じないで えー、文言を逆に言い換えて、えー、真実を伝えない行為。不実、えー、事実不告知ね。不実告知に私は近いと思うけど、<laughs> それだから嘘に近いと思うんだけど、だけどじ、嘘ではない。厳密には嘘ではない。言い換えてるだけ。<laughs> で、なぜ、そういうなね、ややこしいことをするのか。それは、これ、発表27発表したときに、いろんなね、その検査とか、 といういやつののアメリカとの違いですね違いを例えば検査しない国なわけですよ。保健所が判断して濃厚接触者じゃっていうことをしない限りは検査しないわけでしょ。だから、あのなんていうか日本っていうのはそういう、ね、検査もしないし、でそして、えーね、アメリカと違ってワクチンを打つ国なのよ。ワクチンしっかり打つけど、だけど政府の失態で。 追加で打てないわけですよ。要は、半年経ってもう効力ないの。ワクチン打ったところで、もう、もはや、どうだすごいワクチン接種率だろうって、え、言われない状態になっちゃうわけ。もうすでにね。もはや。 だって追加でガン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 打っていかないと効果がなくなってくるんだから当たり前でしょってことなだからそれだけ、えー、コロナの変異率は高い俗に言うところのうんと我々100万倍って言われてますね日本にあ人間の、えー、DNA が変化する割合、えー、と、えーまあ、そもそもの、えー、その で延期配列の数がものすごく違うんですけど、ウイルスと人類だとね。ウイルスと人類だと違うけど、その比率から言ったならば、日本、あ人間、人、日本人だと。人間に換算したら100万倍と言われてるんで、えー、あの、COVID が出てから2年でしょってことは200年経ってるってこと。200万年か、ごめん200万年経ってるようなイメージを。 えー、ウイルスとしてはね。だけど、症状に関しては、あんまりその、えー、変化したっていうのは聞かないわけ。今のところね。なんかオミクロン株は、えー、症状が,、あのー症状がえー、緩和されているみたいな、そういう証拠ないですからね。生物学的な証拠とかないですから。だって、そもそもが最初の初期の、えー、コロナでも、 その症状が出る人と軽症になる人の差が分からないんだからどこの塩基配率がどれだけその人に影響を与えるかっていうのはその人その人の個別のケースで全然違うしそれを無理だと思うのね私はねだからあの無理なんですよその毒性が強いとか毒性弱毒性だとかでよく平塚君言ってましたけどそれ無理なのねそれ,それを論ずることが生物学的にねその中で、えー、人間だったならば200万年相当の変化を遂げたわけに 2年,間で2年間で200万年相当、100万倍だから、100万倍だから200万年、だからあの重要なそのところのポジションの変化としては、えー、1年間に大体24ヌクレオチドでしょ、えー、だから 48, 48ヌクレオチドぐらいが。えー 変わわってるわけねだいたい平均として、平均としてねでその中でオミクロン株っていうのは、何があの順応してきたかというと、今の世界情勢の,その行動に対して、感染力が強くなってってるように見えるわけ逆、逆なんですよ、実は強くなってってるように見えるんだけど、違うの、感染できない、感染を広げられないやつは死滅してってるの、消滅してってるのね。 そういう捉え方。だから進化じゃないんですよ。200万年経って死ぬものちゃんと死んだよってこと。もしくは重症化さ、人を重症化させてしまったら、その重症化させた人を殺したよ。アメリカだったら60万人殺し、あ、70万人か、今。70万人殺しましたってことね。はい、以上です。